アクション。皆さん、本日はようこそディズニーハロウィンの世界へ。今年のディズニーハロウィンのテーマはなんとも美しくも怪しげなスタイリッシュビアンズの世界。いつもはお話の中で恐ろしく描かれている私たちヴィランズ、しかしその実態は皆様よりも少しだけ美しく悪知恵が働くだけ。決して恐ろしいものではありません。私たちの怪しげな美しさはきっとあなたを失礼をいたしました。この者は私の助手のミス・スキャターと申します。ヴィランズの世界に憧れておりますが、まだまだ修行中の身、修行が全然足りておりません。さあ、それでは早速本題に入りましょう。ミス・スキャター、ミュージック。はい、私はミスター・ルイと申します。以後お見知りおきよ。皆さん、彼らをご覧ください。あなた、ヴィランズの世界に興味は終わりですから、つまりリクルーターたちの招待を受けヴィランズの世界に旅立つご覚悟は終わりでしょうか。いや、恐ろしい。まあ、でもそんなに言うんだったら私が頑張る。それは結構スキャター。失礼をいたしました。さあ、いかがでございましょうか。現世に別れを告げて、お友達、ご友人、ご家族、その他もろもろに別れを告げてヴィランズの世界に旅立つご覚悟はイエスかノーでお答えください。イエスです。あなたの現世に何があったのか詳しくは聞きませんけども、よろしいですか。ヴィランズの世界に旅立つ覚悟が終わりなんですね。はい、やったー。条件がございます。よろしいですね。10月の31日午前0時ぴったりに、このタワーオブテラーの最上階に666年後にお待ちしております。よろしいですね。666年後に今と変わらないこのファッションでお越しください。